ボートレース福岡を舞台に争われてきましたヴィーナスシリーズ第1戦のバクール杯、いよいよ最終日、優勝戦の時間を迎えようとしています。今日は少しうねりの方も入ってきていまして、なかなか外が攻めきれない、そんな展開が続いています。やはり内優勢、なかなか外側のメンバーもふだけに絡めずというところ、ようやく終盤に入って9レース11レースと外枠が3着以内に入ったんですが、まあ、三桁配当も続いて出てという、そんな戦いが続いてきました。さあ、優勝戦メンバー船の近くに到着ということになりますが、ここ人気を断然背負ったのが1号艇渡辺由美選手。ポイントは2つ。ボートレース福岡、6日間にわたる戦いも最終章を迎えました。ヴィーナスシリーズ第1戦マクール杯の優勝戦です。1号艇福岡の渡辺由美、2号艇東京の藤原夏樹、3号艇福岡の中川里奈、4号艇香川の平山千佳、5号艇静岡の三浦恵里、6号艇福岡の米丸ノエ、枠なりでの作戦待機行動です。1号艇は渡辺由美、地元水面強い気持ちで船足も底上げしてきました。流れも来ています。インコース2コース2号艇藤原夏樹、女子戦3場所連続の優出となりました。3コース3号艇中川里奈、産休から復帰後も活躍目覚ましい中川、本番も角に持ち出します。隣4コースが4号艇平山千佳、当地は4回連続の優出、玉川かなの連覇へ4コースからです。5コース5号艇の三浦恵里、底力を感じさせます。そして6コース6号艇米丸ノエ、成長目覚ましい当地のフレッシュルーキーが初優勝に挑みます。優勝戦2対4の枠なり、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇2号艇3号艇内から3艇がスタートを決めて、2コースから2号艇の藤原が覗いていくか、まくりに行く2号艇の藤原、インから残すか、1号艇の渡辺は少しバタッとなりました。差しは3号艇の中川、さらには4号艇の平山が差し、2号艇の藤原がここは先頭に立った。スタートは前提正常でした。2コースから握って待った2号艇の藤原が抜け出しています。1周の2枠2号艇の藤原がトップで旋回、続いて4号艇の平山、その内をついて3号艇、さらには6号艇と折り返します。先頭は2号艇の藤原夏樹、大きくリードしました2号艇の藤原。2番手が4号艇の平山、その後ろはまだ接戦で6号艇3号艇並んで、内からは1号艇1マーク2号艇の藤原がトップ、2番手4号艇の平山、やってくる1号艇の渡辺の外を回していきます6号艇の米丸、内を入っては3号艇の中川、3番手が3艇の接戦となっています。最後方に5号艇の三浦恵里、2周の2マーク先頭2号艇の藤原夏樹、2番手が4号艇の平山千佳です。前の2人は変わりません。2番4番の体制でレースは最終周回へと入ります。優勝戦第12レース、先頭は2号艇の藤原です。追走が4号艇の平山、3番手接戦から6号艇の米丸ですが、1号艇の渡辺も食らいつく。最後の1枠2号艇の藤原さん、2番手が4号艇の平山、3番手6号艇の米丸、少しバタついてその内をついて1号艇の渡辺がほとんど届きかけています。3番手は接戦となっていますが、6号艇の米丸が一歩前か。さあ、先頭は2号艇の藤原夏樹です。およそ1年5ヶ月ぶりの優勝が見えてきました。当地は初優出で初優勝となりそう。通算では7回目の優勝に向かっています。先頭2番藤原が優勝のゴール、4番平山ゴール、3着は6番の米丸がゴール、1番渡辺ゴール、3番中川、5番の三浦がゴール。以上、優勝戦前提ゴールインしました。